物流用語辞典オリコンとは。皆さん、オリコンという言葉をご存知でしょうか。オリコンとは折りたたみが可能なコンテナボックスのことを言います。使わないときは折りたたむことでコンパクトになり、保管スペースを節約することができます。次にオリコンの種類についてお話ししていきます。オリコンの種類は主に3つあります。1つ目は窓コンです。各側面に透明窓がついたオリコンのことを言います。窓がついているのでどこからでも中身が確認でき、重ねて使う際も便利です。2つ目はサンクレットオリコンです。蓋がついた形のオリコンのことを言います。蓋がついていることによって中身が飛び出すことを防止できます。3つ目はオリコンラック、扉付きオリコンです。側面が透明な上、扉付きなのでオリコンを積み重ねた場合でも中身を簡単に確認でき、側面から取り出すことが可能です。オリコンのメリットは、使用時以外折りたたんで保管することができます。そのため保管スペースを削減することができます。また耐久性に優れているため、段ボールと比べ山積みしても潰れる心配がないため、商品を傷めず配送することができます。加えてオリコンは繰り返し使用ができるため、使用後のゴミを削減できます。オリコンのデメリットは、段ボールと違って処分してもらうことができないので回収する必要があることです。また積み重ねた際の面積は段ボールと比べどうしてもかさばってしまいます。オリコンの使い方について説明します。蓋を上げて上枠を引き上げていきます。うまく噛み合っていないところを側面の内側から叩いて開ければ箱の完成です。折りたたむときは側面の外側を叩くと折りたたむことができます。オリコンは倉庫業を行っている企業様に多く使用されています。段ボールのように商品が潰れる心配が少なく、商品を管理したり配送する際に便利です。保管スペースを節約できるので、オリコンを活用して生産性と効率を高めていきましょう。もしこの動画が良かった、また見たいと感じた方は、高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。物流業務で困っていることや本日の動画の感想などもコメント欄にぜひ書いてください。また次回の動画でぜひお会いしましょう。